どうも、こんにちは。宣伝部長の小市です。今日は代表権裁判、いよいよ。 というといいう,うに思いますというわけで最近はねちょっと破産問題の方でかなり話題があの集中していたわけなんですけども忘れてはいいけない代表権裁判ですね、まあ、それが、まあ、ひっくり返るかどうかわからないけどもその可能性はね、まあ、ずっと低い低いと言われてきたわけなんですがその裁判が明日行われてちゃんと審理に入れば可能性ワンチャンあるんちゃうかということらしいですね。まあ、というわけなので実は明日結構大注目の日ですよ ということなので明日になったらまたねいろいろお話をしていきたいんですけどもまあその影響かどうかよくわかんないんですけども最近なんか立花隆さんがんか静かなんですよね。まあ動画 <laughs> で出てないんですよ。要するにね。文字では、X 上ではなんか、あの、いろんな、こう、宣伝っていうのかな、拡散みたいなことについてはやられてるわけなんですけども、まあ、最近は YouTube だけではなく、X においても、こう、動画を発信されていたんですけども、もう、ここ数日だけですけどね、別に、普通の人だったら全然おかしくないんですけど、あの、あれだけ、毎日、大津やかみたいな、あの、逮捕されるかもねみたいな。 煽りを散々していたのが急に止まったのでこれ何かあったんじゃないかということでこれはどっちかっていうと立花さん支持者っていうよりはまあ大津さん側っていうか立花さんアンチの人たちが「ついに来たかついに来たか」みたいなことを。 <laughs> 言い出してるという感じですね。まあこれについてよくわかりませんが立花さんが黙るパターンとしてはいくつかありまして一つはね、まあ、本当に何かこう操作をしてる自分のみならずですよ。まあ立花さん側なのかおっさん側なのかわかんないけれども操作の邪魔になってしまうから黙るというパターンですね。でもう一つはやっぱり冒頭少しお話しした代表権裁判が関係してるかもねって感じですかね。はい という感じで、なんか今の発信だけ見てると、なんかワンクッション入ってるような感じもしないではないっていうか、だ要するにど当然発信することは立花さんが決めて、なんか一応ワンクッション入れて誰かがこう入れて送信みたいな、なんて送信っていうのかな、発信みたいな、まあ、感じにも見えなくはないんですけども、まあいずれにしてもですね、あのやっぱり、やっぱりね、あの、煽ってる時が一番生き生きとしてるんでね。あの <laughs> その時とか明らかにちょっと抑え気味だっていうのは間違いないわけでまあそれはきっとね何かあるんでしょうって感じですよねまあそれはどうなんですかねえー、っと31日に分かるのかあるいはまあ定例の記者会見で話すことがあるかもしれないですねはいというわけでまあ繰り返しになりますけども別に時々そのような発信になっていくってことは普通の人だったらねまあまあ全然あるあるなんですが、まあ、最近か,かなりね煽りに煽っていたので <laughs> まあその辺の、まあ、変化 落差がね、ちょっとでかいんでで話話題になっっててましたって話ですね、はい。というわけであと今回ちょっといろいろ話ししたいんですけどえっ、ー、と先にこれやっとこうかなあの給料詐欺問題で、えー、国会議員のご自宅っていうんですかね家宅捜索入ったぞって感じでね。はい、といえばねなんかやっぱねこの問題といえばね給料払ってないやつがいるぞみたいな話があったというふうに思うんですけども。 はい、というわけで、ね、この代表権もありとはまた別件ではありますが、これ、NHK さんのニュースですね、自民党の広瀬恵さんという参議院議員の方ですね、が、えー、自宅捜索、公設秘書給与詐欺の疑いということですね。 でこちらの方が一昨年から去年にかけて公設秘書として届けていた女性に勤務実態がなく国から給与を騙し取っていた疑いがあるとして東京地検特捜部は詐欺の疑いで、えー、広瀬議員の事務所や自宅を捜索し強制捜査に乗り出しましたということですね。はいという感じでなんか国会議員はなんか秘書の給料ちょろまかしはなんかお家芸なんですかね <laughs> あの。時々見ますけど はい、という感じで、まあ、ちょっとね、あのやっぱり国から確か直接払われるはずですね、いわゆる公設秘書に対してはね。で、それを架空の人を立てて、そのお金をちょろもかしてたらですね、それは問題だよねって当たり前のことですね。はいで、この架空期間に国から支給された給与は数百万に上るということで、特捜部は9、 秘書給与をめぐる不透明な資金の流れの実態解明で進めると思いますって感じでねまあしかし裏金問題にしてもこの問題にしてもですねまあせっこい話ですね <laughs> あの <laughs> 数百万って もう本当にこの国を代表する国会議員がね、このお金、こんくらいのお金でっていうとちょっとあれかもわかんないんですけど、これをちょろまかさなきゃいけないぐらいの方が国会議員になっちゃってるっていうのは非常に不幸な出来事ですよね、はい。ねえ、やっぱね、どうせやるんだったらね、あの二階さんみたいにね、50億ですよ、しかも合法だみたいな。<laughs> ねえ、まあ、あんくらいだと悪いなーって思うわけですけども、まあでもあれは一応合法らしいんでね。はい で、まあ、本当に悪い人は合法の範囲の中でジャブジャブやるっていうことなんですけども。で、はい。でね、まあ、例のごとく、なぜかテレビが特捜部の人たちが入るとこを撮影できたって感じでね。まあ、しかしね、まあ、正直、金額の言うことあれですけど、数百万で良くないですよ、よくないし,、まあ、し、しっかりね、司、まあ、法、なんていうんでしょうね、まああのまあ、普通にね、まあ、裁判にかけて有罪だったら、しっかりね、その、あのなんていうんでしょうね、責任を果たしていただきたいと。 いうふううふに思うんでですすけども、まあこれをですね、テレビのリソースを割いてですね、ここを割いて大変だってやるっていうねまあちょっと国会議員だからよくないことなんですけども本当にしょぼい事件ですよね。まあこの背景にですね数百万以上にまあこれは入り口ぐらいの話なんであってもっとすげえ話があるぞっていうとちょっと話は変わってくるんですけどまあこれしか出てこなかったってなったらねまあちょっとねまあまあ。 うん、東京地検特捜部がやらないいかんことなんですかねというふうに思いますがやっぱ国会議員なんで出てきたってことかな。でえー、っと広瀬めぐみ議員は一昨年から去年にかけて公設第二秘書として公設第秘書の妻を届けていましたが関係者によりますとですねえー、っと公設秘書としての勤務実態はなく とということですねだからまあその公設第一秘書の方はいるわけですか。でで第二秘書はいらなかったんでしょうね。まあそこまで忙しくないというか <laughs>。はい。まあという感じなんでまあまあ第二秘書はじゃああなたの妻妻にしなさいよみたいな感じにしてあのそこを躊躇したということなんですかね。はい。 で、えー、と、ただ一応広瀬議員の方としてみたらですね、いやそんなことないと第二秘書は平日はもっとしてリモートワークで土日は盛岡の事務所で働くなどとしていたということですねまあ、ちゃんと働いていたよということを言ってたということなんですよね。ははい。いやー、はい、という感じでねまあでもどうなんですかね。国会議員、 とかで同じことをやってるる人他にいないいいなななんんじゃないですかねなんかねこの裏第二裏金事件みたいな感じで似たような話が出てくるんですかね。ただまああれですよねなんかやっぱりそのいわゆる架空の人をねでっち上げたんではなくて一応人がいましたということなんですよね。でその人の勤務実態とかってまあ実質調査不可能なんですけどもやっぱりあの。 東京知見特捜部が入るとさすがに詳細なねやっぱり調べ方すると分かってくるって話なんでやっぱねこれを見ながらやっぱ思ったのはですね某国政政党の登記上の代表を名乗られてる方がいらっしゃるわけなんですけどもなんか表面上はいろいろ言い訳を繰り返してるけどもう実際中身見たらどうなんだみたいなこととか実態ないだろうみたいな話がたくさんあるんですけどただそれについてはもう隠れててよう分からんと破産完済人ですらわからない部分があるので。 だから似たような形で結局その何て言うんでしょうねあのいわゆる、まあ、警察もしくはあ東京地検の人たちが捜査権をね発動して調べればいろいろかるんじゃなかろうかっていうのをこういうのを見るとね思ってしまうところがありますけどねはいという感じで。 ねまあでもその議員とねまあ一応代表で議員じゃないけど国政政党の代表っていうことでどっちが後人度高い後人度が高いかっていうとどっちなんでしょうねまあでもモしツのが後人度は高くなるんじゃないんですかねやっぱりえっ、ー、と国政政党の党首って数少ないですかね国会議員っていうとねもうたくさんいすぎて誰が誰やらわからんって人も多いですからね。 で、悪質度で言うとですよ、この広瀬さんがやったっていうのもよくないのかもしれないんですけど、一応実在の人物がいて、まあちょっとこれから捜査ですけども、まあ要は実質的に仕事してなかったのではなかろうかっていうことでしょまあそれに比べてですね、給料を、まあ、拒否し続けてきたとかですね、債権者なんかいないんだっていうことで支払い拒否したとか、それから利払い停止したとかですね、<laughs> あの <laughs>、あの <laughs>、 破産 <laughs> 申し立てされてんのにお金をどっかに資金移動したとかですねどっちが悪質やねんみたいな <laughs> のはちょっとこれを見ながら私はちょっと思ってしまったところがあるので、うん、まあこれね当然大ニュースみたいな感じで扱われてるんですけどじゃあ大津さんの件はね大大大ニュース、ね、なんですけどって思っちゃうんですけどねまあでもどうなんですかねあと政党助成金もねまあこれはあの国会議員のあっ違う違う国からあの えっと支払えるいわゆる給料が国のお金ってことですよね。で、政党助成金なんか当然国のお金だしね、みたいなところがあってですね。はい。さあ、皆さんはどっちが悪質と思うでしょうか <laughs> みたいなことになってきたんちゃうかというところですよね。はい。 でね一応、ほらね、こちらも広瀬議員もですね公式公式ホームページの方ですね、しっかりと説明してるんですよね、はい。で、ここで令和4年12月から令和5年8月まで公設第2署として働いてくださり、なんかくださりってどっかで見たことありますね。誰かがよく使いますね。で、えっと、平日はあ主として遠、えー、野市に在住してリモートワークで、えー、支援者の方々のリスト作成、更新作業や宿分作成をし、土日は盛岡に在住して上記の作業のほか、盛岡寺 事務所で事務作業したり等々ですかねを説明していたって感じでこれをやってないっていう証明のが難しくないですかみたいなところなんですけどもここに突入してた東京地検特捜部ですよそれで考えるとめ、ちょっとまだ破産投資の方が可能性あるんちゃうかということで今右腕ぶん回してんじゃないかなと <laughs> いうふうに思いますとはいという感じですよねまあちょっとさだってあのあれですよ一応、まあ、公設第一秘書の奥さんってことで まあなんだかんだそのだ旦那さんっていうんですかねその公設の第一秘書の方を迎えに行くとか、まあ、でも常に銀座さんと一緒に動いてるわけでしょでそれを迎えに行ったり一緒にまあそこにまあ事務所に顔を出したりするだけで、まあ、ある種それは仕事だって言われちゃうとどうしようもないと思うんですけれどこれを崩しに行ってるわけですよ東京地検特捜部 <laughs> すげえなと、まあ、よっぽど何もしてなかったんかいみたいな感じのレベル感じゃないと難しいじゃないですか。 いいややすすっげーなと思っていやーでもこれこれれ行くんですよ東京地検特捜部、まあ、自民党だからっていうのはあるのかもしれないんですけどもまあね国政政党のねちょっとまあいわゆる破産問題についてはどこまで首を突っ込むのだろうかっていうのをこれを見るとねいやなんか変だよね立花さんとかねあんな明名白々の名誉毀損されてんのにね、えー、と検察官 からはですねあの不起訴扱いされた一方で自民党の議員でい、えー、うとこれは問題だけどこんな証明するのはめっちゃ難しい案件について何て言うんだろう家宅捜索でズラズラみたいなテレビがわーっと報じるみたいなことをやってるという感じですかね。はい はい、で一応経歴の方なんですけども盛岡市で小田島旅館を営む家に生まれたというところですねで母子家庭で育つ中で上、まあ、地まで行かれてね非常に努力されたんでしょうねで配偶者は高校の同級生の弁護士で自身も主婦から弁護士を目指しあ合格してるすごいあ優秀な方なんでしょうねで、えー、国連で日本の女性の地位と状況については演説したと。 いうところで、まあちょっと自民党的にはですね、まあ、女性議員を増やしたいみたいなので、白羽の矢が立ったような感じの経歴ですよね。というところですかね。はい。で、えー、っと、で、2000あ2022年のまあ7月の参院選で、えー、っと初当選したという感じですかね。はい。 いやーでもだからまあ簡単に言うと一年生議員ですよねでなんで、まあ、そんなお金をちょろまかすっていうのも本人が思いついたんじゃなさそうな感じもするんですけどねまあ裏金問題の続きみたいな感じでやっぱりね自民党がこういう感じでお金をちょろまかしてんだって感じでこれを大きくしようとしてんのかもしれないですよね、まあ、誰誰に指南されたんだみたいな <laughs> やるかなこんなこと弁護士さんですよ ちょっと不思議で仕方ないしでそれからそ,そこで入った数百万なんて大した金そのまあ一般人からするとでかい金額ですけど、まあ、夫婦で弁護士っていやなんだろうなだからそれこそこれやっぱり自民党の上納金っていうんですかねまあ大体がみんな上納金に困ってせこいことに手を出すっていうのが最近のパターンなので。 だから多分ですけど自民党のなんかそのねやっぱり情能が多すぎてみんなどうしましょうってなった時に裏技裏技がいっぱいあるぞとあの <laughs> いう感じでいろんなテクニックがなんかね行われていたのではなかろうかって推察しますけどそれが今どんどん潰されてる感じかも分かりませんしまあこれね一人だけだとしたらた単純にせこかったっていうね終わりみたいな <laughs> 話なんですけども、まあ、ただなんかそれをあそこまで 政治家だとね、まあ、一般人だと当然あそこまでね東京地検特捜部とか動かないんでしょうけどもあそこまでやるんだっていうのはやっぱり国会議員だからで,でそれで考えるとやっぱりねやっぱり高人度の高い大津彩さんですけども今ね破産でね破産手続き中かでまあまあ不明なお金があるぞと金返せというようなことを言われてるわけなんですけどもそれについては認識の違いだ破産関罪人が間違っているんだとつうことで。 えーと今度会議に臨むってことでそれ今週って話なだったんですけど行ったんですかねはい。まあちょっとわかりません。あ <laughs> のんか立花さんも静かですけど大津さんもまあ静かっていうかまあちょっと勢いを失ってる感じがすごいしますけどね。まあまあ一応ねやっぱりその破産完済人との話し合い次第においてはちょっとやばいことになりかねないんでね。はい、ということですよ。はい、でまち、あ、ちなみにこっちの方は 万超返せとで場合によってはもっと増えるかもと言われてない言われるかもしれない案件でしかもやっぱり先ほどのやつでもなんかあの給料をちょろまかしたやつがなんか詐欺だって言ってましたねでも詐欺の中でももっと罪の重い詐欺破産罪なんかの方がはっきり言ってでかい出来事ですよねまあねだってしかもそれだけじゃないですからねまあ給料でいうとね支払,払い拒否したっていうかねそんなのいないんだとかですね むちゃくちゃやってきたわけですからね。まあ、それは、なんか一回入ればですね、なんか操作されば、出てくるわ、出てくるあの、オンパレードになる可能性があって、まあ、本当の意味において、まあ、この問題の解決に至っては、やっぱ、裏でどういうことをやっていたんだ、みたいなことが、まあ、明らかにならないとね、まあ、推察できるとかいっぱいあるんですよ。多分、あの人は、ああでこうで、こうでこうで、ああなんだと。あの <laughs> <laughs> そ,のその話はちょっと今度やりますけれども変な陰謀論が逆に広がってるような気もしないではないのであのたぶこんな感じちゃうかなっていうのはどっかでやるかもしれないですけどあのただそれはいくら言ったところで推測にしか過ぎない話いてででまあ表に出てる分だけでも相当出てきてるんですけどねだからそれからまあ推察してもまあ全然問題ないぐらいの情報が表には出てきてるんですよ出てきてるんだけど。 <laughs> まあそれの完全な裏を取るにあたってやっぱ東京地検特捜部ですよね、はい、が「おら!」みたいな感じで、まあ、調べていくと今までね、まあ旗から見ててこれおかしいんじゃないですかとかこれ変だよねとかいう話が一気にめくられていくっていうかもう仮にね給料なんで払わなかったんですかっていうのを聞かれた時にどう回答するんですかね。そんんんんなのなんかかんななののかかかったたでみたいなあの <laughs> まあすごいずっと言い訳に使っていた帳簿とかもね大体見に来ていいとかね言っていたのに、まあ、自ら確認しに行くべきなんですけどねそもそもがね。行かずにでも来ていいよって言われても行かずそしてまあようやくとですねまああ党を破産しないって破産させないっていう確約のもとに見せてもらえるっていう話になったわけなんですけどもえっ、ー、と。 まあそれを見てもね、まあ、払わなかったっていうところですからね実際お金入っても結局そっちに支払わず自分たちの方の使いたい方に1.2億使っちゃったってまあひどい話ですからね。いやーなんかねいやーなんかさ <laughs> やっぱ国会議員がねやっぱりね公職 何て言うんだろうな、こう、秘書のね、給料をちょろもかすなんていうのは、せこいし、まあ、ひどい話だなって思うけど、まあ、比較にならないぐらい、比較にならないことがこっちで起きてますよ、みたいなね、いう話があってですね、これはどっかでどでかい祭りになるんだろうなっていうのを、今回の見ながら思ったという感じですね。はい で、まあ、そうなっちゃうから、だから早く全部そういうの、まあ、少なくとも問題になりそうな部分については、やっといた方がいいよというのは、むしろ、まあ、立村さん側の方々が言ってたんですけどね、まあ、それ全部無視してきたんで、自業自得ですね。で、あとですね、あと、その、まあ、漢字の大津やかさんですけども、500円の応援で歓喜っていうのがありまして、 はい。というわけでね、こちら、大津さんのスレッズの方ですけどね、まあ、先日ご紹介したや、やからから善良な国民を守るとの公約等々があって、その後もなんか色々、いろいろポストっていうこっち、スレッズの場合は何て言うんですかね。<laughs> 不法とかいろいろあってですね、えー、っと、まあ、犬さんの話とかね、まあ、割とどうでもいいんですけど、あの、タクシーの運転手さんが、道も間違えていないのに、500円玉くださり戸惑っていたら、いろいろ大変そうで応援していますと。 おっしゃってくださったくださったくださったとおっしゃってますえっ、ー、と、えー、嬉しいです頑張りますひまわりみたいな感じでねまあこれについては素直に嬉しかったでしょうねまぁ、あ、本当だったらねこれが <laughs> あの <laughs> なんか単純になんかもうお釣りあ何て言うんだろう500円取っといていいよみたいな話が膨らんでるのかもしれないけどまあその辺はわかりませんがただやっぱりその まあ運転手とかだったら街をよく見るでしょうしねまあそんな中でなんかかわいそうな目に遭ってるっていうふうに思ってる人もいるかもしれないですよね。はいまあ、というわけでまあ中にはそういう人もいらっしゃるって感じで、まあ、戦ってるとねまあなんだかんだ味方はわらわら現れるって状況については変わってないけどただ まあ、一応岩盤支持層が今ねこうどん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 崩れて崩れ落ちてってるっていう状況ですよねはいでそんな中で、えっと、一応 YouTube ライブも行われたんですけどもあまり人は来ずって感じでしたねでそれの感想かなこれえっ、ー、とゲームの紹介してました <laughs> えっとエンダーのゲームという SF 映画ですねはいこの映画は先 戦闘の英才教育を受けた少年たちが、まあ、実際の戦争とは知らずにシミュレーションだと思って、えー、戦争を指揮し地球を救うという内容です。しかし後に真相を知りさまざまなことを考えさせるストーリーになっていますみたいなねいう感じでねまあ私は「代表権騒動」という SF 映画をちょっと見たいですけどねはい乗っ取りとは知らずみたいな裏の思惑は知らずみたいな後に気づいてみたらとんでもないことになっていたみたいな <laughs> そ,う、まあ、そういうのはちょっと見てみたいですけど はい、という感じですかね、はい、まあ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 これがねまあ結局なんだかんだまあまあ戦争につながるような話になるまあ結構重要な話でもあるとはいうふうに思うんですがまあまあ当然そういう視点ではないのかなわ <laughs> かりましたって感じでまあ、ただこのエンダーのゲームというそのものはなんかすごく面白そうなんでねはい皆さんもよかったら見てくださいって感じですね はいという感じですね。まああと、あ、そうだ、忘れてた。<laughs> えっと、代表権裁判でもう一人さ、ずっと静かな人いますよねって感じで、えっ、ー、と、斉藤さんのね、斉藤議員の秘書で、丸山穂高さん、実はいましたよねって話で、あれで、ね、秘書ですって出てきたときには、結構表に出てくんのかなと思いきや、結構、ぱったり出てこなくなりましたよね。その代わり、この代表権裁判の方では、かなりキーマンとなって、いろいろ動いてるっていうのは、なんとなく漏れ聞こえてるわけで。 ね、最近私が見たあのなんだっけ5年前の占いをねちょっとリポストして紹介したんですけどそこで言われてたのは立花、まあ、さんっていうのがね要するにあの当時も炎上商法みたいな感じですからねあれはただふざけてるのではなくて精密な計算によるものですとであの田中角栄さんの、まあ、ちょっと傾向が似てるみたいな話ですよねをされていたっていう、まあ、ベタボメみたいな感じだったんですけどただそれが2019年の 占い、5年前なんで、ね、で、ね、えー。それが翌,翌年からはさらにまあ過激化していく恐れがあるので、えー、と優秀ななんかこうお最悪の、まあ、いわゆる参謀みたいな人を横に置くといいですよみたいなことを言われていて当時私もそう思ったんですよね。あの。 <laughs> あのいやその後こうあのその時思ったんじゃなくってその後にどん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 こう暴走私から見てると暴走に見えたんですけどっていうのがあったんであなんかあの。 そん時にある程度うまくそこを乗り切ればもっともっとねなんか今賛成党とかいろんなところに流れてる人もうまく取り込めたのかなっていうふうに思うわけなんですけどもまあいずれにしてもですねそん時にまあ丸山穂高さんみたいな優秀な方がうまくお裁約をやっていたらまあまああのいろいろもっともっとうまくいってたんだろうなと思う感じでで今ひょっとしたらそういう役割をまあ少なくとも代表権裁判までの数日間はやってるのかもねって思った。 というようよなお話でした以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。